ど、ここで引きね。ダメ、逃げろ、早く。363円です。お、ギザ銃。一日部屋に閉じこもってゲームやってりゃ目も疲れるわな。どう見ても作り物じゃねえよな。ってことは、つまりこれはひょっとして異世界召喚ってやつ。ファンタジー世界と仮定して文明はお約束の中世風ってとこか。アジンありありの世界観で多分戦争とか冒険ありあり。そしてこの世界で俺は、おい人、俺のターン来た。これはおそらく初めての魔法発動イベント。はあ、魔法を使うにはちょっと早かったな。読めねえ。お兄ちゃん、変わった格好してんな。旅の途中か。これは、そいつはリンガだ。だが言葉は通じる。問題は、あ、どこの国の金だ。なもんルグニカじゃ使えねえ。さてはてめえ一文なしだな。あっち行け、商売の邪魔すんじゃねえ。仕方ねえ、ここはまず地道に情報収集か。ここは味専門店だ。なんか話違うね。異世界召喚じゃねえのかよ。俺の主人公設定はどこ行ったんだよ。携帯は無事か。って携帯持ってる意味ねえ。大体初期装備貧弱すぎだろ。もうちょっと福利厚生充実してないと俺みたいなゆとりは納得できないよ。エクスカリバーの一つも持ってねえし。つうかそもそも召喚者なら俺を召喚した美少女どこよ。まさか召喚しておいて放置。おやっと来たか。俺のこと召喚した美少女か。てめえ何ブツブツ言ってんだ。
痛い思いしたくなきゃ出すもんどうしろ。やっべ、強制イベント発生だ。どけどけそこのやつら邪魔きた。今度こそ召喚した美少女本人か。召喚なんか知んないけど私忙しいんだ。ごめんな。強く生きてくれ。今ので毒気が抜かれて気が変わったりしませんかね。むしろ水刺されて気分を害した。ですよね。だが落ち着け夏木スバル、古来より異世界に招かれた人間は超常の力を発揮するのがお約束。バッタバッタなぎ倒して俺の輝かしい未来の糧にしてやる。経験値どおり。初めて人殴った。思ってるこっちも痛い。だがやっぱりこの世界だと俺は強い設定が。アドレナリンダバダバでこらもらった。すいません、俺が全面的に悪かったです。許してください。命だけ。盗んだもの？お願い、あれは大切なものなの。他のものなら諦めもつくけど、あれだけは絶対にダメ。いい子だからおとなしく渡して。こいつを助けに来たわけじゃねえのか。変な格好の人ね。私と関係あるのか聞かれたら無関係って答えるしかないわ。だったら俺らは関係ねえ。何か盗まれたってならさっきのガキだ。そうだ、あっちだ。あっちに逃げてった。うん、嘘じゃないみたい。早く追いかけないと。でもそれはそれとして見過ごせる状況じゃないの。ふざけやがって。魔法使いだろうが何だろうがぶっ殺す。2対1で勝てと思ってんのか。そうね、2対1は不公平かも。じゃあ2対2なら対等な条件かな。精霊術師か。ご名答。今すぐ引き下がるなら追わないわ。すぐ決断して、急いでるの。クソ甘。次に会った時はただじゃおかねえからな。この子に何かしたら松代までたたるよ。その場合君が松代なんだけど。助かった、ありがとう。動かないで。ほら、やましいことがあるから目をそらしたんだ。私の目に狂いはないみたいね。どうかな、今のは健全な男の子的反応ってだけで邪悪な感じはゼロだったけど。パックは黙ってるの。あなた、私から気象を盗んだ子を知ってるでしょ。あ、いや、悪いけど全然全くこれっぽっちも知らない。え、やだ、嘘。まさか本当にただ回り道しちゃっただけ。ふっ、早く追いかけた方がいいよ、お嬢さん。なんなら手伝って。ああ、無理して立つから。どうしよっか。関係ないでしょ、死ぬほどじゃないもの。放っておくわよ。本当に？本当に。そんなこと言って助けるんじゃない。助けない。またまた。絶対の絶対、助けたりなんかしないんだから。怒った顔もすげえ可愛いな。さすが異世界ファンタジー。これは膝枕。目が覚めた。なんか美少女って思ったよりも毛深いんだね。
ってそんなわけあるか！せめて目が覚めるまで幸せに過ごさせてあげようという粋な計らいだよ。とりあえずその裏声やめて。猫とヒロイン間違えるとかありえないから。いや、こんなに喜ばれると僕もわざわざ巨大化した甲斐があるよ。喜んでねえし。なんか悪かったな。結局目が覚めるまで付き合ってくれたみたいで。勘違いしないの。聞きたいことがあるから仕方なく残っただけなんだから。あなたの体の傷を治してあげたのも、目覚めるまでパックを枕にさせてあげたのも私のためだったの。だからその分に応えてもらうんだから。恩着せがましい感じを演出しつつ、普通のお願いじゃね。そんなことはない。あなた盗まれた気象には心当たりあるでしょ。気象？気象っていや、身分を表すバッジみたいなもんだっけ。真ん中に宝石が埋め込まれていて、このくらいの大きさなんだけど。ごめんだけど、何回聞かれても心当たりはないかな。そう、それじゃ仕方ないわね。でもあなたは何にも知らないって情報を私に教えてくれたわけだから、ちゃんと怪我を治した分の話はしたものね。は？じゃあ急いでるからもう行くわね。怪我は一通り治ってるはずだけど、次からは人気のない路地に一人で入るなんて危ないことはするべきじゃないわね。これは心配じゃなくて忠告。次に同じような場面に出くわしても、私があなたを助けるメリットがないものだから、期待しちゃダメだからね。ごめんね、素直じゃないんだよ、うちの子。変に思わないであげて。素直じゃないって、そんなレベルじゃねえだろ。大切なもん盗まれて急いでんのに、俺のこと助けてくれて、おまけに見ず知らずの俺に負い目を感じさせないように下手くそすぎるフォローまでして、そんな生き方めちゃくちゃ損するばっかじゃねえか。おい待ってくれよ。何？言っておくけど、これ以上は私もちょっとしか付き合ってあげられないから。若干甘さ見えてるけど。あ、それより大切なもんなんだろ。俺にも手伝わせてくれ。でもあなたは何も知らないって。あ、少なくとも顔は覚えてる。もう一度見ればわかる。変な人。言っておくけど、何のお礼もできません。お礼なんていらない。俺が君に礼をしたい。だから手伝いたいんだ。お礼をされるようなことしてない。言ったでしょ、傷のことならちゃんと対価はもらってるんだから。なら俺も俺のために君を手伝う。俺の目的は、そうだな、うん、一日一銭だ。うん、悪意は感じないし、素直に受け入れてもいいと思うよ。傍観相手の玉よけは多い方がいいしね。ってそんな物騒な役割かよ。でも本当、何のお礼もできないからね。ああ大丈夫、俺に任せとけ。でかい口叩いちまったけど、この町って探し物するには広すぎね。ルグニカ王国の王都だもん。そんなことも知らなかったの？そういえばお互いまだ名前も聞いてないよね。自己紹介しておく？そういや、そうだな。じゃ、ここは俺から名乗らせていただこう。俺の名前は夏木スバル。無知猛舞にして天下不滅の無一文。よろしく。それだけ聞くともう絶対絶命だよね。うん。そして僕はパック。よろしく。精霊とこんなに気軽に接する人なんて本当珍しい。どこから来たの？まあパターンからすると東の小さい島国だな。ルグニカは大陸図で見て一番東の国だから、この国より東なんてないけど。嘘、マジで？東の果て？今自分のいる場所が分かってなくて、お金も持ってなくて、字も読めなくて頼れる人もいない。ひょっとすると私より危ない立場なんじゃ。スバルって。おイエス、俺の名前。でもこうして見ると結構体鍛えてるみたいだね。毎日筋トレだけはね。ま、自宅の森人引きこもりとしてはそんぐらいは当然ってもんだ。その引きこもりっていうのはよくわからないんだけど、スバルってかなりいい家柄の出でしょ。この指もそうだけど、とても綺麗。庶民とは暮らしが違いすぎる手だもの。
筋肉のつき方も仕事でついた感じじゃないし。そういえば飼い猫の名前は聞いたけど、君の名前は聞いてなかったな。私の名前？そう、私はサテラ。仮名はないの。サテラとそう呼ぶといいわ。そうか、サテラか。いい名前だ。はあ、趣味が悪いよ。んじゃ聞き込み再開といこうぜ。ねえスバル、あの子迷子になってる気がしない？いや、だから聞き込みは。それも大事だけど、迷子だったら何とかしてあげないと。助けられた俺が言うのもなんだけど、今の置かれてる状況とか分かってる？でもあの子は今泣いている。そうでしょスバル？付き合いきれないって言うならそれでもいい。ここまでありがとうスバル。あとは自分で何とかしてみるから、あの子どうにかしてあげてから。探してた相手じゃなくてごめんね。ねえどうしたの？お父さんかお母さんは一緒じゃないの？その泣かないで。お姉ちゃんはあなたに何もしたりしないから。ここに取り出しましたるは一枚のギザ銃にございます。さてこれをギュッと手で握りつぶしてやります。グッグッグッとな。するとあら不思議。はい、消えたコインはこんなところにおりました。プレゼントしてあげよう。貴重品だから大事にしてね。はあ、ありがとう。そっか、お母さんとはぐれちまったのか。なに、大丈夫大丈夫。お兄ちゃんとお姉ちゃんに任せとけって。すぐにバシッと見つけてあげっからな。こうしてると何も知らない人たちからは若夫婦とその子供みたいに見える気がしない？照れるな。ひいき目に見てもスバルとこの子が兄弟にしか見えないと思うけど。なんで俺がそんな年下？あ、ママ！見つかったみてえだな。うん、よかった。それでだいぶ遠回りになっちゃった気がすっけど、そこんとこお姉さん的にはどんなメリットがあったんだと主張するんでしょうか？簡単よ。これで私たちは気持ちよく探し物の続きができるでしょ。それよりどうして手伝ってくれたの？スバル反対してたのに。手品を見せびらかしたかったってと嘘になんね。言ったろ、君の気象探しを手伝って俺は1日1銭。じゃあ女の子を助けてあげられたからもう1銭は済んだんじゃない？正論すぎる切り返し。いやほら、いいことは1日に何回やってもいいじゃん。明日の分の前倒しだよ。今週のノルマを先に消化しちゃう腹積もりだよ。スバルってすごく損する性格してるのね。他の誰でもなく君にだけは言われたくねえな。悪い子じゃないのよね。だからなんで年下扱い？俺と君ってそこまで年の差ないと思うぜ。その予想当てにならないと思う。私ハーフエルフだから。なるほどな。道理で可愛いと思った。エルフは美人ってのはお約束だもんな。ん？どうったの？どうしたのっていうか、あのほら、私ハーフエルフ聞いたよ。何すんの？なんとなく耐え難いムズムズ感を形にしたくて。そんな理由じゃ殴られた側は納得いかねえよ。プニプニだったから言うすけど。僕も別に怒って叩いたわけじゃないよ。どちらかっていうと逆だね。もうスバルのおたんこなす。おたんこなすって興味聞かねえな。そしてなぜに俺は罵倒されてるの？ふんだ知らない。それより探し物の続き始めなきゃ。なあ待てって。ノープランで動き回ってもいい結果はついてこない。ここは操作の基本だ。操作の基本？そ
現場100回ってやつ。その気象はどこら辺で盗まれたんだ。そんなわけでどうやら現場はこの辺りだったらしく、俺に任せろと勇ましく宣言して戻ってまいりました果物屋。なんだ、客かと思ったらまたお前かよ、一文なし。いいのかよそんな態度で。さっきの俺と違うことに気づかないのかい。何？どうだ、連れだぜ連れ。お得意様候補を連れてきてやったんだぜ。あのスバル、変に期待してくれてるんだけど、私もお金持ってないわよ。で、あれ、マジで？で、無一文が二人になっただけの状況で何が言いたかったんだ、兄ちゃん。実は人を探してたんだけど、ちょっとお話聞かせてもらえないかな、的な。文なしに付き合ってらんねえって皮肉言ってんだよ。帰った帰った。お兄ちゃん。先ほどはどうも。なんでまたこんなところに。主人のお店なので、ちょっと立ち寄ったんですよ。主人。おー、よしよし。それよりお前、この門なし二人と知り合いか。この子が迷子になったのを見つけてくれたんですよ。お姉ちゃん、はい。もらってあげてください。娘なりにお礼がしたいと思ってるみたいなので。ありがとう。すまなかったな、娘の恩人だ、礼がしたい。何でも聞いてくれ。ほらね、ちゃんと巡り巡って私たちのためになったじゃない。空気と雰囲気と、あと多分住んでる人間の性格も悪そう。本当にここにいるのか。ひょっとしてフェルトのやつかもしれねえな。金髪の端っこい小娘だろ。貧民街じゃ有名だ。住んでる場所までは知らねえがな。聞けば教えてくれるかしら。誰も自分たちの仲間を売ったりしないから聞いても無駄だと思うけど。出直した方が賢明か。進むにしても戻るにしても決断は早めにね。僕はそろそろ時間切れだ。何それ、時間切れ。僕はこんな可愛い見た目だけど精霊だからね。表に出てるだけで結構マナを使っちゃうんだ。だから夜は依代の結晶石に戻ってお天道様が出てる間に備えてるんだよ。まあ平均的には9時から5時が理想かな。9時5時とか公務員みてえだな。精霊の雇用形態も案外シビア。パックがいなくても大丈夫、ここは進むしかない。だよね。でもごめん、僕もう限界だ。なんか死にそうな消え方すんだな。無理させてごめんね、パック。あとは私たちで頑張るから、ゆっくり休んで。くれぐれも無茶しないように。いざとなったらオードを使って僕を呼び出すんだよ。それじゃあとは頼んだよ、スバル。おいおい、女の子と二人きりなんて小学生以来のシチュエーションだ。変なこと考えちゃダメだからね、魔法は使えるんだから。考えねえよ。それよりここからどうやってフェルトを見つけ出すかだ。微精霊に聞いてみる。微精霊？微精霊っていうのはまだ精霊になる前の存在のこと。時間が経って成長して力と自意識が芽生えると、パックみたいな立派な精霊になるの。
んどん寂しくなってくる。本当にこんなとこに住んでるのか。微精霊はこっちの方角にフェルトに似た人が入っていくのを見たって言ってたんだけど。よう兄弟、この先フェルトってこの家で合ってる？ああ、フェルト？この先にあるのはロムジーの盗品蔵だけだ。さては兄ちゃんたちフェルトに何か盗まれたか。まあうまく交渉して買い戻すんだな。強く生きろよ。盗まれたものを返してもらうのにどうしてお金払わなきゃいけないのかしら。まあとにかくここは俺に任せてくれ。なんとか交渉してみる。わかった、スバルに任せてみる。やけに素直に任せたな。今までの流れだとあなたみたいな役立たずに任せる、へそで茶が巻いて鼻が大爆笑しちゃうわ的な発言に俺が傷つきつつも決意を新たにする展開だぜ。そんなひどいこと私言わないわよ。確かにスバルに足を引っ張られてないって言ったら嘘になっちゃうけど。嘘になっちゃうのかよ。でもスバルを信じてみる。お、うまくいったら儲け者ぐらいの気持ちで。そこは上目遣いで私のために頑張ってぐらい言った方がやる気出るぜ。そんな無理になんて言えないもの。でも頑張って。うん、頑張る。俺が先に入るから君は外見張ってて。帰りは遅くならないけど先にご飯食べてていいよ。バカなこと言ってないの、気をつけてね。ういうい、サテラも俺が声かけるまで入ったらダメだぜ。どったの？ううん、何でもないの。気性を取り戻せたらちゃんと謝るから。お邪魔します。さて鬼が出るか蛇が出るか。ファンタジーだとどっちも冗談じゃ済まねえな。これ全部盗品かよ。つがなんで誰もいねえんだ。盗品扱ってて不用心にも程があるだろう。あ、うん、しまったのね。それじゃ仕方ない。ええ、仕方ないのよ。やべえ、これ全部俺の力よ。やばい、これは本気でやばい。スバル、どうかしたの？スバル？ダメだ、逃げろ、早く。兄ちゃん、急にほうけと面して。はあ、だからリンガだよ、リンガ。兄ちゃん金は持ってんのか。はあ、はあじゃねえよ、リンガ。買うのか買わねえのか。ああ、いや、だから俺天魔不滅の一文なしだって。だよ、ただの冷やかしなら言った言った。こっちは商売してんだ、冷やかしには付き合ってられん。さっきまで夜だったよな。腹の傷ねえな。
そうだ、サテラ。サテラを頼むってパックに言われたんじゃねえのかよ、俺。とにかくあの店に戻らねえと。すらしてどうしたよ。痛い思いしたくなきゃですもんだしね。お前ら俺が一人と見てさっきの仕返しか。あ、何言ってんだお前。頭おかしいんじゃねえのか。いいさ兄ちゃん、とりあえず持ち物全部置いてけ。それで勘弁してやっから。ああ、はいはい、持ち物全部ね。急いでっからそれでいいや。ほんと、あと犬の真似な。四つん這いで犬の真似して助けてくださいってなけよ。調子乗んなよ。成り余った時間なめんな。日々特に理由もなく木刀振って鍛えた俺の握力が70キロオーバーだ。こっちは急いでんだ。二度と邪魔すんじゃねえ。ビビんな、ビビんな、ビビんなよ俺。見ないで帰れるもんかよ。誰かいますか。誰か、誰かいるんだろ。頼むよ、返事してくれ。頼む。ジャッカマシーは合図と合言葉も知らんで扉をぶっ壊す気か。うん、あんた、なんじゃ、さっきからもじもじしよって。金玉の位置がそんなに気になるか。息子のポジション気にしてるわけじゃねえよ。つか下から話に入るな。人の晩酌の邪魔しよって、これでつまらん用事ならひどいぞ。日のあるうちから飲んでんじゃねえよ、うん、早死にするぞ。あ、つか馬鹿げた話なんだが、じいさん最近死んだことないか。確かに死にかけのジジイなのは認めるが、あいにくと死んだ経験はまだないぞ。あ、じゃあ銀髪の女の子を見なかったか。銀髪、うん、そんな悪目立ちするもんは見とらん。全部夢だってのが。だったらどっからどこまでが夢で、俺はどうしてこんな世界にいるんだよ。で、お前さんは一体何の用でここに来た。ああ、俺は気象を探してる。俺を助けてくれた銀髪美少女の持ち物だ。理由は知らんけど大切なもんなんだと。確か真ん中に宝石がはめ込まれてるって言ってた。宝石の入った気象。悪いがそんな品物は持ち込まれておらんぞ。本当にか。よく思い出せよ。儲けてんじゃねえのか、肩が来て。借金が入って絶好調の今で思い出せんなら知らんとしか言えんな。じゃが今日はこの後持ち込みの約束があってな。前もって上物と聞かされとる。お前さんの探し物の可能性は十分あるじゃろうな。持ち込むのはひょっとしてフェルトって子が。なんじゃ、取った相手の名前まで分かっとるのか。じゃがお前さんがそれを買い取れるかどうかはまた別の話じゃぞ。いくら足元見ても無駄だぜ。何せ俺は万夫不倒の一文なし。話にならんじゃろうが。いや、この世には物々交換って手がある。ん、そういえばお前さん何やら珍しいものを持っとるの。おうよ、例えばこれはコンポタスナック。超うめんだぞ。あ、食い物か。なるほど、不思議な味。酒にも合う、うまし、うまし。そうだろう、そうだろうって勝手に食ってんじゃねえ。まあ、なんと交換するつもりか知らんが、フェルトが来てから出直してくるんじゃな。うん、ね、どこの世界でも金のあるやつとないやつがいるってことか。にしても
わかりやすいよな。兄ちゃん何やってんだ、邪魔なんだけど。フェルト、私のこと知ってんのか。もう知ってるも何も、お前を待ってたんだ。何のために。っていうか、お前ってば俺のことひょっとして覚えてないか。どっかで会った。でもかなり衝撃的な出会い方してねえと、私暇じゃねえから覚えてねえよ。衝撃的っちゃ衝撃的だったが、まあそれはいい。お前の持ってる気象のことで交渉がしたい。なんだそういうことか。だったら話は聞くぜ。大ネズミに毒、白鯨に釣り針、我らが尊きドラゴン様に。クソったれ、またしちまったな。ラムジ、意外としつこい相手でさ、泣くの手間取っちまった。おいラムジ、このミルク水入れて薄めてねえだろうな。まずいぞ。でぐん、人が好意で出してやっとるまんはマジに根付いて。なんか予想と期待以上に親しげだなお前ら。置いてけぼりで寂しい。ラムジといい勝負の凶悪な面してめめしいこと言ってんじゃねえよ。今までいろんなこと言われてきたけど、このジジイといい勝負させるか。さすがに今のは言い過ぎたって。悪かったよ兄ちゃん。お前さんら二人で結託してわしを怒らせに来たんじゃなかろうな。じゃあまあ改めて本題に入るとすっか。兄ちゃんいくら出すんだ。っていきなりだな。その前に気象は本当に持ってるんだろうな。当たり前だろ。ほらよ。うん、こっちは宝石付きの代物だ。しかもそれなりに苦労して手に入れた。それに見合う額ならお互い嬉しいよな。金はねえ。だったら話にならねえだろ。ちっちっち、金はねえが金に換えられるものがあるんだよ。ここに取り出しましたるは万物の時間を凍結させる巻携帯だ。なんだこりゃ。初めて見るな。くらえ、秒間9発連続撮影。何のだか眩しいっつの。貴様、わしを殺す気か。怪しげな真似しよってジジイを舐めるでないぞ。待て待て、これってわしとフェルトの顔じゃな。どういう手品じゃ。言ったろ、これは時間を切り取って凍結させる不思議なアイテム。この道具であんたら二人の時間を切り取ってこの中に閉じ込めたってわけさ。なるほど、そりゃすげえな。初めて見るが、これが噂に聞くミーティアというやつかの。ミーティア、魔法使いのようにゲートの開いていないものでも魔法が使えるようにできるという道具の総称じゃ。そんなことより値段だ。このミーティアは売ったらどんなもんよ。さすがのわしもミーティアなんぞ扱うのは初めてじゃ。だがこの気象より高値がつくことには間違いないじゃろ。なら決まりだ、この携帯と気象を交換。はい、交渉成立。どうと。いいや、まだだ。なんでだよ。私の交渉相手は兄ちゃんだけじゃないってこと。はそもそも私がこの気象をギってきたのは頼まれたからなんだよ。これ1個で正金貨10枚と引き換えるって話でな。盗みの依頼が先約かよ。正金貨10枚って相場がいまいちわかんねえけど。お前さんが持ってきたミーティアなら最低でも正金貨20枚いやそれだけのものならもっと出す小塚もおるじゃろ。マジか、そりゃふっかけがいがあるってもんだぜ。んで、その依頼人とはいつどこで会う。心配すんな、交渉場所はここだ。私みたいなか弱いのが一人で相手して踏み倒されたりしたらかなわねえ。その点ロムジーがいれば安心だかんな。不調は。あ、教えてねえよ、多分私の客だし見てくるわ。いいのかよ、あんな勝手ばっかさせて。まあ知らん中じゃないしな、付き合いも短くない、頼られてやるとするわい。つが、その文明人とは思えない姿にさすがのスバル君も苦笑い。こんな場所じゃどいつもこいつも自分が生きるのに必死でな。幼子が生きていくには似た境遇の子らと徒党を組んだりするのが常なんじゃが、フェルトはそれに無関。なのでわしがフェルトを守ってやらねばならん。やっぱり私の客だったよ。こっちだ、座るかい。部外者が多い気がするのだけれど。
踏み倒されたら困るかな。あたしら弱者なりの知恵だよ。そちらのご老人はわかるのだけれど、こちらのお兄さんは？この兄ちゃんはあんたのライバル、あたしのもう一人の交渉相手さ。うん、なるほど、事情は飲み込めたわ。ま、そんなわけで値段の釣り上げ交渉ってわけだ。別に私はどっちが希少を持ってくんでも構わないし、高い方に高く売りつけるさ。いい性格だわ、嫌いじゃない。それでそちらのお兄さんはいくらつけたの？俺が出すのはこのミーティアだ。多分世界に1個しかないレアアイテム。そこの筋肉じいさんの話じゃ、正金貨で20枚はくだらないってお墨付きだぜ。ミーティア実は私も依頼主からある程度余分なお金を渡されているの。少しの上乗せも考える意味でね。依頼主ってことはエルザさんも頼まれただけってことか。そうなるわね。欲しがってるのは依頼主の方。あなたひょっとしてご同業？俺と同業ってことは無職ってことになるぜ。で、その無職のお兄ちゃんは飛び出るような値段をつけた。あんたの飼い主はどんぐらいの値段がつけられるんだい？20枚ちょうど。私が雇い主から渡されている正金貨はこれで全部。少し厳しいかしら。男のくせにそんなみっともない顔するもんじゃねえ。お前さんのミーティアは正金貨20枚はくだらんと言ったはずじゃ。わしの見立てじゃ、この交渉はこの小僧に傾く。お前さんと雇い主には悪いが、その金貨は袋に戻して帰ることじゃな。うっしゃあ！なんだよ、いいだろ別に。ガッツポーズぐらい嬉しかったんだよ。別に何も言ってねえだろ、存分にはしゃげよ。私は儲かればそれでいいし。まあ悪いな、エルザさん、多分怒られたりしちまうよな。仕方のない話よ。雇い主が支払いを少なく済まそうなんて考えなのが悪いのだし。それじゃ、交渉は残念な結果だったけれど、私はこれで失礼するわね。そういえば、あなたはその希少を手に入れてどうするの？ああ、元の持ち主探して返すんだよ。なんだ、関係者なのね。何よ、バカ死ぬ気か。あら、避けられてしまったわね。巨人族と殺し合うのは初めてよ。昔小娘、ひき肉にして大ネズミの餌にしてやろう。やられるはずがね。くらえ。ラムジー！くそ。言い忘れていたけど。せめて相打ちに。ミルク、ごちそうさまでした。これはお返しするわね。僕もやってくれやがったな。あら、あなたの方が勇気があるのね。だけど手向かうと痛い思いをするかもしれないのだけれど、反撃しなくても殺す気だろうが、このクソ異常者が。動かれると手元が狂うかもしれないの。私、刃物の扱いが雑だから。悪かったな、巻き込んじまって。俺は風の加護。素敵、世界に愛されているのね、あなた。妬ましい。
じいさんと女の子は倒れ、なのにあなたは動かない。諦めてしまったの？くっそ。ああ、やっと立つのね。遅いしつまらないけど悪くはない。でも全然ダメ。見たまま素人で動きは雑。加護もなければ技術もなく、せめて知恵が絞れるかと思えばそれもなし。うるせえな、意地があるんだよ。こんだけやられたらな。飛び抜けた気骨だけは認めてあげる。それがもっと早くできていればこの子たちも少しは違ったかもしれないけど。終わりにするとしましょう。天使に会わせてあげるわ。驚いた？すれ違いざまにお腹を開いたのよ。これだけは私得意なの。ああ、やっぱりあなたの腹綿はとても綺麗な色をしていると思ったの。痛い。苦しい？つらい？痛く？悲しい？死んでしまいたい？死んだのか？まだ生きてる？いつ死ぬ？ゆっくりと熱が失う。どうしたよ兄ちゃん、急にほうけたずらして。お兄ちゃん大丈夫か？もうわけわかんねえ。よっ、大丈夫か兄ちゃん。もう金はいらねえ。とりあえずほれ。待ってくれ頼む。サテラー、記憶出すな。無視しないでくれ。いなくなったのも言うこと聞かなかったのも俺が悪かった。でも俺も必死だったんだ。あれから東品蔵にも行ったんだけど会えなくて。自分のことばっかでごめん。でも無事でよかった。サテラ、あなたどういうつもり？誰だか知らないけど、人を嫉妬の魔女の名前で呼んでどういうつもりなの？Thank you.